高卒3年目の注目株といえば真っ先に田村選手の名前が上がってくるんだけど、オープン戦に入りどんどん評価を高めているのがキャッチャーの高木選手。今一番勢いのある選手じゃな。2月25日の試合ではフル出場でマルチ安打に盗塁阻止と新井監督も名指しで褒める活躍。3月3日の試合では途中出場ながら2打数2安打。完璧な当たりではないものの決勝点となる逆転の一打でヒーローになってるね。見ての通り打撃フォームが自主トレを共にした鈴木誠也選手とそっくりで話題にもなってる。真似しているわけではないのですが、動画で誠也さんの打撃ばかり見ているので。と打撃の師匠を参考にめきめきと力をつけているみたいだね。突如現れたニュースター候補にファンの反応はというと。入団時は打撃の評価は高く、捕手としてはそこまで高い評価じゃなかった。このまま順調に育ては右の打てる大型捕手として各紙に名を残せるかも。打撃特化するなら早めのコンバートも考えたい。リードは学べるとして、このバッティングはすごく魅力的ですね。石原コーチが星のいろはを叩き込んでいる成果も出ているし、この若さが何よりも期待してしまいます。キャッチャーというポジションは一つしかない。オープン戦が終われば2軍でみっちり鍛えていくのでしょう。ただ打撃が良いのであれば1軍に積極的に呼んでほしいところでもある。打てる捕手となると坂倉の時もそうだけど、打撃を生かすコンバートも考えたいよな。過去それで対戦した選手も多いしね。坂倉の後釜として育てるのも大切だけど、1軍レベルのバッティングできるなら使いたい。キャッチング、ブロック、リードなど学ぶべきことは山積みなんだけど、肩の強さや体の大きさは天性のものだから、しっかり捕手として鍛えてほしいね。谷も良い捕手たくさんいるから切磋琢磨してほしい。キャンプでずっと1軍帯同だった理由がわかりますね。首脳陣も期待しているのでしょう。早出練習はキャッチングに時間を使うなど、捕手として成長するために努力してる。今日は後ろに反らしましたが、先日はうまく止めていた。謙虚なところも応援したくなる選手ですね。打撃での期待が膨らんでいることもあって、早くもコンバートというコメントも出てきているのは驚いたかな。気持ちはわかるがな。そろそろ相澤選手が1軍に合流する話も出てきているし、オープン戦での出場機会やシーズン始まってから1軍のチャンスがあるのかも注目していきたいね。ということで、高木選手の活躍に対するファンの反応をまとめでした。